こんにちは、宮沢です。カントの道徳刑事上学言論の続きのお話をしていきます。今日でようやく第1章読み終えます。49ページの、8行目からですね。前回はですね、人間はですね、欲望や傾向性というものを満足させることを幸せだと思ってしまうんですけども、いや、それは目先の幸せで、長い目で見て幸せじゃないし、欲望や傾向性に振り回されてるともっと大切な幸せを見失うから、義務感によってですね、自分に義務を課してより普遍的な幸せを目指して生きていくことを求めるんじゃないかというお話をしました。それが自然弁証論ですね。例を挙げて言えば、ちょっとハッピーターンを食べ始めたら止まらなくなってしまったと。でもこれ以上食べると太るから、ここから先は太るから我慢しようと。自分が太らないことが義務だと。太らないことが健康にとって良いと。家族にとって良いと。交際相手にとって良いと。いう判断をしてですね、義務感からハッピーターンを食べるのをやめるんですね、途中で。それは理性によってやめるんですね。理性の働きによって義務が生じると。義務の命令が起こると。食べるのをやめなさいと。これ以上太りますよと、太って醜くなればみんなに迷惑ですよと、体も壊しますよってことですね。我慢すると、そういう欲望と欲望の否定、それによって尊敬される人格ができていくと。そういう動き、これが一連の動きが、人テーゼ、アンチテーゼ、アウフヘーベンということで、弁証論的な考え方ってことになります。で、今日は続きをお話ししていきます。8行目、それだから普通の人間理性は格別何らかの自然的要求、この種の人間理性が健全な理性、常識閉じであることだけに満足しているならば、こういう要求を起こすものではないに迫られたというわけではなく、全く実践的な理由に促されるままに自分の本領から出て実践哲学の領域へと一歩を踏み入れる。それは常識がこの領域で実践哲学の原理の本源に関し、またこの原理が欲望と傾向性とに基づく確率に対置されることによって、この原理を正しく規定することに関して必要な知識と明確な指示とを得るためであるってことですね。これはどういうことを言ってるかというと、人間っていうのはですね、普通の人間の理性はですね、なんか要求があって、実践的な哲学に踏み入れるわけじゃないと。理性がある限りはですね、常識を運用すればですね、その欲望とか傾向性、好きな、お腹いっぱい食べたいとかですね、一日中セックスしたいとかですね、もうそういうマキシムもあるんですけども、そういうものを抑えていく力があるんですね、人間の理性っていうのは。それは単にストイックだとか禁欲的だっていうことじゃなくて、自分の欲望や傾向性をひたすら満足させると、それが実は全然自分の
幸福、その場その場は幸福なんでしょうけど、それを原理にして生きるのはですね、何の尊敬もされないし、まあ常識に照らし合わせても、まあ不合理だってことがわかるんですね。全く実践的な理由に促されるままに、自分の本領から出て実践的な領域に一歩踏み入れるっていうのはそのことですね。何がその快楽主義に溺れて生きるっていうのは、理性がある人間はできないんですね。それを乗り越えて、ある義務感を自分に課してですね、義務を自分に課して欲望や傾向性を抑え込んでいくという義務感のマキシムを対峙するんですね。そういう原理があると。まあこれがさっき言ったその弁証論ですね、弁証法ですね。欲望だけ満たしたいっていうマキシムがあって、欲望を抑えて義務に生きることがより工事の満足幸福につながるっていう、そのマキシムもあると。そのマキシム、2つのマキシムが対峙されることによって、人間の実践哲学っていうのは生まれてくると。どう生きれば一番幸せなのかという実践的な領域が出てくると。これは実践的なんですよ。結果的に分かることじゃないんですね。これカントの言ってることっていうのは未来のための話をしてるんですね。欲望を満たすっていうのは結果でしかないんですよ。欲望を満たしたって満足は非常に儚いんですね。儚いっていうか、まあそれは美味しいものを食べたり、まあしたいだけセックスしたりですね、それはそれでその場限りで考えればですよ、非常に満足感があるんですけども、これはですね、なんていうんですかね、カントの言ってることは実践哲学なんで、実践哲学って未来のためにやるんですよ。未来により良いものを実現していくための哲学なんですね。道徳法則、立派な道徳法則を守る義務を自分に課すことによって尊敬されていくと。それによってそのルールがみんなのルールになって、目的の国っていうんですけどね、その理想の社会ができていくってことがカントの考え方なんですね。それは理性を使ってですね、欲望を乗り越えていけば、理性にはもともと欲望を乗り越えていく弁証論的な動きがあると。そうなれば、未来ですよ、将来っていうのは必ずある理想の社会に向かっていってるんだっていうのはカントの、もうこれは基本的なカントの考えてたことなんですよ。で、欲望は今満足されることっていうのは将来に何にもつながらないですね。欲望が満たしたって満足っていうのは、それを体験した後に感じるだけであって、まあその体験してる最中と、体験し終わった後に満足があるだけで、未来に向かって何ものものも実現していかないですね。もう食べたいだけ、痛風なのにビールいっぱい飲むとか、太ったら切られるのにいっぱい食べてしまうとかですね、まあそういうことをなぜしてしまうかというと、将来のことを考えればやらないわけですね。でもその場その場で満たしたいっていう強烈な欲求があって、それが幸福だって思えばそこにのめり込んでいっちゃうわけですね。で、まあそのいっぱい食べるとかいっぱい飲む、暴飲暴食とかわかんないですけど、まあちょっとセックスの問題は実際のとこどうだかわかんないですね。それをその好きなだけやったからどういう罰があるんだって、これは何とも言えないですよ。これは難しいところなんですけど、
ただその何ですかね、手当たり次第そこら辺で歩いてる人を襲ったりしたら、それはもう強姦魔みたいな感じですね。それは捕まって十分処罰されるべきものだと思いますけども、そうでなくて本人の好きでやってることに関して何と言えるかどうか分かんないですけどね。ここは難しいんです。ここをニーチェは思いっきりついていくんですね。カントは人間の性的な欲望まで抑えろって言ってるってことは気に食わないってニーチェは言うんですね。そんなこと、誰が、そんなキリスト教の匂いのするストイックな教えを求めてくる理性はどこにあんだっていう、そういうことになってくるんですね。まあだからそこは言えないですけど、暴飲暴食とかですよ。そういう部分を例えに出せば分かりやすいと思うんですけど。まあ理想の未来、理想の社会っていうものを実現していくっていう哲学なんですよ、これは。じゃあ、いつ実現するんだって話もあるし、それを実現する理性をみんな持ってんのかっていうツッコミもあるんですけども、そういう哲学なんですね、カントの哲学っていうのは。これが、後々、ヘーゲルとかマルクスによって否定されていく、否定さ、批判されていくんですね。ヘーゲルっていう哲学者もいるんですけども、まあその人はカントみたいな理想的な社会っていうのを最初から想定していいのかっていう哲学をするんですね。まあその辺の話はちょっと今日はしませんけども、まあカントっていうのは未来思考の哲学なんですよ。だから未来にどう理想の社会を実現していくかっていう、道徳のある人間社会を実現していくかっていう哲学なんですよ。だから非常に宗教的な部分もあるんですね。キリスト教の最後の審判じゃないですけど、永遠に生きる人は永遠に生きるし、最後の審判でいらないって言われた人はそのまま永久に死ぬっていう。で、神の国ができるっていう考え方に近い哲学なんですね。それだけは、ちょっとうっすら分かっといていただければいいんですけど。だから人間というのは理性がある限り実践哲学になっていくと。そうすると理想の社会を実現するために、義務感とか常識っていうものを自分のマキシムにしてですね、バリバリ欲望を抑えてですね、尊敬されるようにですね、生きていくってカントは考えてるんですね。それは理性があればですよ。そんなこと言ってます。で、最後から3行目49ページ。そうすれば常識は双方、括弧法則と欲望及び傾向性、括弧閉じからのそれぞれ提起される要求によって生じる困惑から免れ、また常識はともすれば陥りがちな曖昧さのために、神聖な道徳的原則をも失脚するという危険を冒さずに済むであろう。普遍、50ページですね。普遍、普通の実践的理性、括弧常識、括弧閉じが洗練されてきて、本来の無邪気な素朴さを失うと、この理性の中で知らず知らずのうちに弁証論が発生するのである。そしてこの弁証論が普通の実践理性に対して哲学を援用するように要求するのは、強要するのは、理論的使用における理性と同様である。そうなると結局我々の実践理性を徹底的に批判するより他に落ち着きどころを見いださないであろう。欲望の法則、欲望を満たしたいっていうのと、義務や道徳的法則によっていきたいと。これそれぞれの要求が絡み合って、人間の実践的な生き方っていうのがどん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 追求されていくと。その2つ、欲望をすごい満たしたいんだっていうのと、いや欲望をある程度抑えて義務感に向かっていった方が人間の幸せなんだと、この
2つのマキシムの対立がですね、どん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 深まっていくことによって、実践理性が洗練されていくって言うんですね。実践理性が洗練されていくと、どういうことが起きるかというと、何ですかね、その本来の無邪気な素朴さを失うって言うんですけども、それは電車の中で席を譲るのが道徳的だとかですね、そんな見た目に分かりやすい道徳的法則を尊敬するんじゃなくて、もっと重要な道徳的な原則があるってことがどんどん分かってくるんですね。そうすると 常識っていうのは非常に曖昧なんですよ。常識って何ですかって言われて具体的に言える人はいないんですけども、分かりきったことですね、常識っていうのは。で、人に迷惑をかけないとか分かりきったことであるんだけれども、常識の基準は曖昧なんですよ。でも、その人間は欲望を満たして幸せになるべきだ、いや幸せになるにはある種の義務感が必要だ、このマキシムを自分の理性の中でですよ、対話させるというのはまさに弁証論というんですけど、対話させてどっちが重要だと自問自答していくことによって、本当の神聖な道徳的原則が見つかっていくっていうんですね。で、その弁証論によって見つかっていく道徳的法則を哲学を援用して、定義づけていくと。これがですね、重要だっていうことなんですね。で、50ページのその2行目ですね。そしてこの弁証論が普通の実践理性に対して哲学を援用するように強要するのは、理論的使用における理性と同様である。理論的使用における理性っていうのは、まあこれは知恵と一緒ですね。知恵、まあ理論的使用によって、その、まあ数学の問題を解くようにですよ、理性を運用すればある種の答えが出るわけですよ。それと同じように実践理性、何が将来の道徳的な社会の在り方につながるのかっていうのを哲学を援用してですね、導いていくことは、その数学の問題を理性によって解いていくように、のと同じことだと、似ていると。そうすることによって、自分たちの今生きている社会の中で欲望と義務感をどうやって調和させていくかによって、何を実現していくか、徹底的に己に問うたり他人に問うて批判していくと、実践理性が分かってくるって言うんですね。で、実践理性が、落ち着きどころを見出すって言うんですね。落ち着きどころを見出すというのは、我々にとって一番理想的な道徳的な社会が何かが、見えてくるってことですね。ということです。まあこれが第一章なんですけども、これで第二章で目的の国って言葉が出てくるんですね。これは理想の、カントの言う理想の社会なんですけども、これはみんなの道徳法則、みんなにとって普遍的な価値を持つ道徳法則が実現される社会のことを目的の国って言うんですね。神の国とは言わないですよ。目的の国って言うんですけど、その話が第2章あたりからおそらく出てくると思います。第1章はここまでで終わりです。ちょっとだいぶ最後の説明は怪しかったですけど、まあ何度も読んでいただければわかるかなと思います。まあ僕も全て分かって説明してるわけじゃないですね。僕の理解力の範囲で説明してますんで、まあ質問あればメールでいただければと思います。一応これで第1章読んできました。16回にわたって読むことで28ページ進みましたけど、まあ大体1回について2ページ読めるかって感じですね。実際僕も読書して哲学書名は1日2ページぐらいしか読めないですね。で、なぜ2ページしか読めないかっ
ていうのは分かりいただけたと思うんですね。具体例を自分の中で頭に思い浮かべて、この抽象的な文章を読んでいかないと何言ってるか分かんないですよ。でこの思考作用が訓練によってできるようになるんで、ある程度できるようになってくると、これ読む力がついたってことなんですね。自分が実際生きてる中で、まあ僕が言ったのはその電車の中で席を譲るのは道徳的なのかとか、高倉健は道徳的なのかとかですね、痛風なのにビール飲むのは道徳的なのかとか、そういう例を挙げてきましたけど、自分がいつも生きてる日常生活の中でこれは道徳的なのか道徳的ではないのかという問いを立ててですね、それを当てはめながら哲学書を読めばですね、理解はできます。なぜ抽象的に書いてあるかっていうと、これこの本ははっきり言えばもう200年以上も前に書かれてるんですね。でも今も読めるんですよ、古びてないんですよ。で抽象的に書かれてるからですね。でこれが当時の具体例で書かれちゃうと古びちゃうんですね。やっぱりその当時のカントが生きてた頃の話を例にいっぱい挙げられても、今の生活をから想像がつかなくなっちゃうんで、すごい極力抽象的な書き方をしてんですね。まあどの哲学書もそうなんですけどね。だからずっと2000年前のアリストテレスの哲学書読んでも未だに読めるんですよ。ある程度は、ある程度はですよ。全部読めるわけじゃないと思いますけど。でなおかつそれが知恵として今現在生きてる中で役立つっていうか、こういうふうに見れば世の中こうやって見えるなと、人間ってこういう存在だなとかわかるし、そうなればなんかどうでもいいことに悩まなくなったり、どうでもいいことに不安を覚えなくなったり、ある程度の儚い願望や期待を抱かずに現実を見て生きるようになるし、まあそういう効果が哲学にはあります。まあ逆に生きづらさが増すっていう副作用も なきにしもあらずですけども、ということです。でカントの言う実践理性っていうのは、未来のために未来に、道徳的で理想の目的の国を作るためにあるものです。それが実践理性ですね、ということになります。これも よくよくどういうものが実践理性なのかっていうことを見ていかないと、本当に道徳的の価値のあるものっていうのは見えてこないということを何度も何度も繰り返して言ってるということになります。というわけでした。今日はここまでです。次回から第2章を読んでいこうか、それかニーチェを読んでくれっていうお話もいただくんで、ニーチェの方が好きだっていう人が多いんですよ。まあニーチェも紹介できればしていきたいです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。